こんにちは、ダイスです。今回は現在行われている最強大剣気を簡単に倒せるいつものレイド用のポケモンのご紹介をしていこうと思います。最強大剣気は2週連続で結構ねアイテムもいいので周回している方も多いと思います。今回ご紹介するいつものポケモンはレイドの常連の原太鼓マリルリとレイドで活躍してくれるやる気このよざる、この2体です。育成の方法は以前動画でご紹介したこの2体をそのまま利用するという感じになります。もちろん皆さんがいつもレイドで使っている個体でも多分いけると思います。ということで早速ですね、立ち回り方のご紹介していこうと思います。持ち技はいつものままだと楽に突破ができませんので、原太鼓せっかく覚えさせているんですが、これを消して、まあ、違うとこ消してもいいんですけど、尻尾を振ると転がると丸くなる、この3つを必ず覚えさせてください。特性は力持ちのままで大丈夫ですし、持ち物を広角レンズに変えましょう。命中が上がりやすくなる道具になってます。ここからは実際のマリルリの立ち回りについてご紹介していきます。本来は原太鼓を使って火力を上げてから攻撃を仕掛けるっていうのがマリルリの持ち味なんですけど、今回に関しては原太鼓しちゃうと突破しにくくなるのでしない方がいいという感じです。初手では尻尾を振るをして大剣気の防御を下げていきます。大剣気3ターン目ぐらいにバリアを張ってくると思うんですが、それまでに初手で1回だけ尻尾を振っておいた方がやりやすいので参考にしてみてください。ちなみに振らなくてもいけました。もう私の場合は振った方が楽だったんで振るようにして周回もしています。続いて2ターン目です。2ターン目は丸くなる。マリルリは HP も高くて防御面も優れたポケモンになっているので、急所を取られたとしても3ターンはね必ず技がかけられるぐらい HP はあるんですよね。でもちろんその都度違うと思うんですが、丸くなるを2ターン目でして3ターン目に転がるを選択します。丸くなってから転がることで転がるの威力が60からスタートして60、120、240、480で回数で上がっていきます。で毎ターンの技選択はできなくなってしまうんですが、 HP がなくなるまで転がるをしてくれますので、そのまま転がり続けるだけという感じです。多分ですがバリアの途中で一度マリルリ自体が倒れてしまうことがあると思いますが、そこは倒れてしまって大丈夫です。転がる途中で失敗するとやめちゃうんですけど、1回倒れるのは大丈夫ですが、もし仮に転がれなくて失敗してやめちゃったっていう時にはわざと倒れても大丈夫です。でもちろん癒しのエルで回復してもいいんですけど、 HP マックスから転がるをした方が大剣気には有効なので、一度ね倒れる方が私は楽なんじゃないかと思います。で1回失敗しちゃったっていうターンではアクアブレイクをかけているというふうに、技をね選択するといいと思います。で一度、場に戻ってきたらまた丸くなるで防御を上げます。そして次のターンはまた転がるをするという感じです。転がるは最大で5ターン5回転がってくれるんですけど、最大値がね480固定なんですよね。丸くなるを使ってから転がることで1回目に当たれば60、2回目に当たれば120、3回目に当たれば240、4回目で480になりますが、物理攻撃の技になっているので力持ちのマリルリの場合は特性で2倍になってます。なのでその分バリアが、割れた後に関しては転がるがかなりね入りやすくなっているはずなので見ていきましょう。このポケモン最初に大剣気の
対策ポケモンとして作らなかったんですけど、この技構成いけそうな気がするってご紹介したの、そのまんま私は使ってます。で、転がるがね、命中90なんですよね。で、そこを補填するために今回は広角レンズを持たせて命中率を上げてるっていう感じになってるので、持ち物に関しては一択かなと思います。はい、一回倒れてからまた復帰して悪くなって転がるをずっと続けていれば、このターンで大剣気倒れるはずなので、突破もねすごく楽にソロでいけると思います。続いてはこのヨザルです。このヨザルの場合は持ち技に嫌な音とビルドアップとフンドの拳が入っている状態で用意してください。持ち物はパンチグローブを持たせてる方が多いと思うんですけど、パンチグローブでもいけましたが、個人的には毎ターン回復してくれる食べ残しの方がやりやすかったので、こっちがいいんじゃないかなと思います。このヨザルで大剣気に行くときにはバリアを張られるまで多分3ターンソルていけると、入るんですけど、3ターンは嫌な音をかけていきます。最初の3ターンで嫌な音を3回当てることによって、周りのサポートでね来てくれてるポケモンたちが大剣気の HP 削ってくれるので楽に進められるという感じです。でもちろんですね、命中率が嫌な音って悪いので2回しか当たらなかったっていう場合も多いんじゃないかと思うんですが、2回当たってれば十分だと思います。失敗しても気にしないでそのまま進めて、私も突破できました。はい、これでまた、防御がガクッと下がっている状態にできましたので、次の3ターン目、ここも嫌な音を打っていきます。で、多分、バリアが張られるそのタイミングあたりでこのヨザル自体が HP が私みたいに低くなって倒れてしまうと思うんですが、ここは倒れてしまって大丈夫です。で、残ってくれてるポケモンたちのためにイケイケどんどんをかけておくと後が楽になりますので、おすすめだったりします。何回かやったんですけど、このやり方が一番HP の減りも早かったし、時間的にもね余裕ができたんですよね。なので癒しのエル打ちたいところなんですけど、ここはイケイケどんどんで一緒に来てるポケモンたちに削ってもらいます。このヨザル自身は一回倒れて戻ったタイミングからフンドの拳で攻撃を仕掛けるという形にしていきますので、都度攻撃受ければフンドの拳自体の威力が上がるんですよね。なので自分がいるタイミングでイケイケドンとかかかってなくても全然大丈夫という感じです。これイケドン一回かけたらかかってることになるんじゃないかなと思ってたんですけど、違ったらすいません。で、一度倒れて戻ってきたらビルドアップを一回、自分の防御も上げて攻撃も1段階だけ上げておきます。で、この状態で次からはフンドの拳を打っていくという感じです。 HP が危なくなったら癒しのエルで回復をするという感じで進めていくと、簡単にバリアも割れますし、バリアが割れた後に関してもすごくねスムーズに進められます。で、急所に当たってとかっていうタイミングがやっぱりあるんですが、毎ターン食べ残しで回復もちょこっとだけある状態なので、意外と癒しのエールを打つっていうのをしてしまえば回復量も3分の2ぐらいまで上がるんですよね。なのでこの状態で回復をさせたらまたフンドの拳で攻撃をするという風な流れで進めると十分ですね、立ち回りがすごく楽という風な感じです。で、今回に関しては一緒に行っていたサポートのポケモンに飛行タイプのポケモンがいたりしたので楽に進めたんですけど、いなくても全然余裕で進められました。自分の悪い効果のかき消しまでの間に結構ね周りのポケモンが削ってくれるんですよね。このヨザルに関してはこの回り方が個人的には一番楽だったなという印象です。
はい、ということで今回は大剣気でいつものレイド用のポケモンたちを使った攻略の方法をご紹介しました。一つ前の大剣気の動画だとハラバリーでの攻略の仕方もご紹介していますが、ハラバリーとこのヨウザルとマリルリ、やっぱり優秀なポケモンですね。今回の最強大剣気用に作ったポケモンたち何体か私もいるんですが、その子たちはマルチ向けだなっていう風に大剣気のねレイドが始まってから思いました。マルチも行ってみたんですけど、マルチプレイでやるんだったらこのヨウザルよりはマリルリの方が安定して攻略できるし、マリルリよりもハラバリの方が安定してたかなという印象です。結構コライドン使ってくれてる方も多いので、尻尾を振るとか、あと他の技で大剣気自体の防御を避けてあげると、よりですね早く攻略が進むんじゃないかなとマルチの前は思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。皆さんどんなポケモンで大剣気を倒せたか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。あとは何のボールを使ったかですね。私の場合はダイブボール使っちゃったんですけど、他の皆さん何使ってるんだろうって気になるので、ぜひそちらも教えていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。